こんにちは、辻岡です。今日は7月11日、バッチトレルセンター練習台は富士雷神っぽいトルネロスたち。別のフォルムもあるんですよ。じゃあ練習スタート。トルネロス、ボルトロス、ランドロスだね。さあこれ、プヨガンさん、サイさん、ゲーム好きのウサギさんが教えてくれてるね。プヨガンさんのやり方がね、3手コンポが狙えるやり方でちょっと簡単そうなのでやってみたいと思います。まずアームを一番左まで動かなくなるまでやって落としていく。おっと、でもこれでノリ付けが外れたってことかな。もう一回同じとこ行きます。さあどうだ。ここでドン、いけいけあんまりいかない。ちょっと爆風が弱かったかもしれないな。わあ結構難しいぜこれ。もう一回奥にやってずらして押し出して、もう一回ずらして押し出して、うわー難しい。押し出して一個残り、結構厳しかったな。ちょっとノリ付けが外れなかったね最初。さあ小当たりお願いします。はい、よし。さあ今日も6プレイで2大コンポをなんとか狙っていきたい。頑張ります。よし、今日はジャローダ行きましょうか。まずはこの卵みたいなのをゲットしていく。よし大丈夫そう。次は矢印引き抜きですな。ポンと。さあ失敗しないようにやっていくぜ。はい、2つゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあいくぜ、矢印引き抜き頑張ります。いくぜ、矢印の手前あたりで離す。 OK、 引き抜き成功。落ちてくれ。おしょ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 し、きたー きた3手コンプできるぜこれ。集中、うむうむ、いいね、気品あるジャローダゲット。3手コンプできました。さあ次はね、陽面くんが教えてくれたトランセル台やってみましょうか。まずはカラサリスをつかむと、左から2番目ねのトゲトゲやってみましょう。カラサリスをつかむ、どうだ。うっやべえ、ちょっと方向転換して奥側から取っていく感じにしようか。どうだ。うわーうわー、ダメだったダメだったやっちゃった完全にこれだけ取っときたいけど、オッケーオッケー。ということで真ん中を今度は取っていく感じで、はい、ジャローダやトランセル、虫ポケモンたちゲットですね。お得意様バッジは4ゲット。マッスルバイトくんもうゲットしちゃった。はい、それじゃあ今日のミーバスコで行ってみましょう。グラウンドでサッカー、ロックマンのカミソリタックル。あ、それボールじゃなくてカービィ、超絶痛そうなんすけど。みんなでカービィ蹴ってちょっとかわいそうだねでもカービィのピンボールとかあるし結構強いのかなカービィは。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台でねトルネロス、ボルトロス、ランドロスの台来たんですけど、ちょっと練習でねうまくいかなかったので、本番台はちょっと一旦ね保留しました。そしてジャローダ台はねうまいこと3手コンプが決まって、その後のねトランセルも頑張りたかったんですけどちょっとうまくいかず、でも両端のポケモンが取れたんで、あとはね真ん中のポケモンを取るだけなんで、まあそんなにね手数次はかかんないんじゃないかななんて思ってます。ということで結構ちょろちょろっと残ってるバッジが多いので、そろそろ大当たりとかね出して、コンプマークをねしっかりつけていきたいなと思います。ということで明日も楽しくバッジ取っていくんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。